実家に帰ってる間にですね、黒猫メンバーズに入ってるんで、メールで不在の通知が来てることにね、気づきまして、あれなんか頼んだ記憶ないなって心当たりがなくてですね。でまあ、再配達お願いして、でまあこっちに戻ってきて、でまあ荷物を受け取ったんですが、箱がですね Amazon なんです。まあ実際 Amazon だったんですけど、心当たりがない注文したということは欲しいものリストだということでですね、ワクワクしながら開けました。いやー、欲しいものリストこちらなんですが、いろいろありますね。レコーダー、マイクで、まあ食べ物で、まあ底辺飯でやりたい食材、レンジ、ギフト券、食材ですね、欲しいもの、動画で、動画に撮りたい、まあ、食材ですよね。ライト、今僕ハロゲンの安いやつ使ってるんですけど、LED パネルのライト欲しいんですよね。何がいいって、色が白色なんですよ。だから、その外の色とも合わせやすいし、家で使ってる蛍光灯とも合わせやすいんですよね。ただ、高いです。LED なんで。ハロゲンは安いんですけど、オレンジ色なんですよね。分かりやすく言いますと。で、これをですね、外に持ってった時に、このバッテリーをつけるとですね、コンセントがいらないわけですね。こちらのライトパネルの裏に、ここありますよね。ここにつけると、まあ電源がいらないんですよっていう商品なんですが、まあ、2280円。2280円より安いのありますよね。ウニもそうですし、甘エビもそうですし、まあ、もちろん送料込みでもね、甘エビなんて送料込みでも、まあ2000円ですよ。なぜなのか。相当レベルの高い、これコントロール力のね、高い相当なテクニックを持ったまあ、リスナーの人なのかもしれないですよね。実際僕これ来て、あーってなりましたね。これ買うかと思ったんですが、これ買ってもですね、これ外に持っていくためのものなんですよ。このパネルを、ライトパネルを外で使うためのものなんで、これを買うのはいいんですけど、外に持ってって何撮るっていうのがですね、現状ないと。現状ないんでね、これ買ってもっていうのがあるんで、というわけで大変申し訳ございませんが、ヤフーオークションの方に出品させていただきます。すいませんでした。バッテリーで入ってくるお金を当て込んで、こちらを購入させていただきました。ありがとうございます。